皆さんこんにちは、リクチャンネルです。今回はトイザラスでとても面白そうなものを見つけたので買ってみました。ハンディクレープメーカーというものです。とても簡単に美味しそうなクレープが作れます。では今回はこのハンディクレープメーカーでクレープを作ってみたいと思います。では紹介します。私はクレープ大好きなので見つけて本当に良かったです。では開けてみます。入っていたものはこれ、まずこれなんかクレープの生地を入れるトレーと、これクレープを作るなんかプレートが入っていました。よし、では生地を作ります。材料を持ってきました。まずクレープミックスとボウル、泡立て器、牛乳 200cc、 油 15cc、 卵2つです。で本当はホットケーキミックスで作るんですけど、分かんなくてクレープミックスを買ってきたので今回はこれで作ります。じゃあ早速作っていきます。まずボウルにミックス、卵を入れ泡立て器でよく混ぜます。これミックス一袋入れます。これを全部入れて、で卵を2つ入れます。そしてこれをよく混ぜます。よし、こんくらい混ぜて牛乳を 2,3 回に分けながらダマがなくなるまで混ぜ合わせ、最後にサラダ油を加えてさらに混ぜます。こんくらいかな。ダマがなくなるまで混ぜました。こんな感じです。そして最後にこのサラダ油 15cc を入れます。でさらによく混ぜます。そしてこのトレーの中に入れます。全部入るかな。全部入った。よし、できた。では早速クレープを作っていきます。まず1枚目のクレープを焼く前にプレートに油かバターを薄く引いてください。2枚目以降は必要に応じて行ってくださいと書いてあります。じゃあここにバターか油を塗っていきます。これもあったかくしました。でも超熱いと思います。ジューってなってる。うわー、こうかな。よし、できた。そしてこれをここにやります。で10秒、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 ほっと持ち上げて、うわすごい穴が開いてる。そして本体をひっくり返してプレートに生地が貼り付くのでそのまま火を通します。クレープに十分火が通ったらプラスチック製または木のヘラなどを使って剥がしてお皿に取ります。ヘラを持ってこないと。ヘラ、じゃあこれを取ります。あー破れて、お皿にね、こともあった。あ、できた。わかった。ちょっとやりすぎてここが崩れてしまいました。じゃあ次は絶対成功させます。あった。1,2,10、ありゃ、また泣いてる。よし、でちょっと待ちます。火が通るまで。成功しますように。よし、じゃあやってみよう。あ、お、
さっきよりはうまくできたと思います。あ、崩れない、崩れる、よし、できた。じゃあもう一枚作ろう。1、2、3、4、10。あ、もう泣いてない。あ、泣いた。次はもっとうまくできるよ。取った。破れた、破れた。まあ大丈夫だね、ちょっとくらい。もう一個作ろうかな。なんかもっとうまく作りたい。最後うまくできますように。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。よし、で待つ。あったった。お、超うまくできた。やった、よかった。クリームとかやっていきたいと思います。じゃあこれを片付けよう。ではクレープを作っていきます。材料を持ってきました。材料はまずバナナとみかんとホイップとチョコソースです。テーブルが白くて見えづらいと思ったので青い画用紙を敷きました。じゃあ作っていきます。あ、これここに。じゃあまず1枚作ってみよう。じゃあまずはバナナのクレープ。よし、みかんたっぷりにしよう。みかん大好きだ。よし、じゃあチョコを超ギュギュ、チョコをたっぷり。よし、できた。どんな感じ？こうか。できました。みかんたっぷりのクレープです。どんな味かな。では食べてみます。やばい、こぼれそう。うん、おいしい。みかんがまだ届かない。うまい、とっても美味しかったです。で、さっき口汚れちゃったのでもう全て片付けました。そしてこれ簡単にできるし、あと使いやすいのでとってもおすすめです。最初は崩れちゃうかもしれないけど、慣れてきたらこんなに綺麗にできます。他にも材料を準備して、このクリームたっぷりミルクレープとかが作れるので今度作ってみたいと思います。とっても楽しかったです。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。リクチャンネルでした。バイバーイ。パソコンで見ている方はこ、あれちょっと見えづらいね。OK、うん、ここにチャンネル登録ボタンがあるのでぜひ登録してください。そして前のビデオはあれついてない。リモコン。あ、ついた。前のビデオはここにあるので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。チャンネル登録忘れないでね。グッドボタンよろしくお願いします。リクチャンネルでした。バイバーイ。